You wanted me to stay, but killing all the crazy visions. Oh. 監督は和田亮太。気合いでいきましょう。向くね、全員で行くぞ。 OK、 誰一人ネガティブなこと言わずに来週からまた頑張ろう。 OK、 前者もあるから、そこでもう一回チームの底上げとしてやっていこう。いや、後から入ったトドも良かったし、トモも良かったし、いい、やっぱり久々に出た選手はこうやって頑張るっていうのはチームとしていいから、いい、これ全員で行くぞ。本気でみんなで頑張っていこう。悔いなくやっていくぞ。 OK、 じゃあ終わりましょう。よーっ、惜しかったね。うわあれ俺の仕事なのにさ。この後はい、あ、忙しい中お集まりいただきありがとうございます。とても不安な練習をしてしまいました。
まあ、しかし僕たちが目指すところは昇格なので、まあ、この負けが、いい意味だったと思えるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ではこんにちは、1年間、応援ありがとうございました。まず、今日ここ代々木公園で、最終節を迎えられたこと、たくさんの方が動いてくれて、たくさんの人が協力してくれて、今日も素晴らしい、ゲームをね、することができました。結果としては江戸さんに負けてしまいましたが、何か感じるものがあったと思います。私たちは今キャプテンが言った通り、昇格することが目標です。全然諦めてないし、僕はできると今でも信じてます。去年あと一緒でね、昇格というところまで来て、相当気づいて相当悔しい思いをして、でもやっぱりもう一年出場するためにやりたいと心に決めて臨んでくれた選手、共に力を貸したいと思ってくれた新しい選手、そしてスポンサーさんのおかげでここまで来ました。ここでバラバラになったら俺はもったいないと思います。やっぱりここでもう一回頑張ること、みんなでもう一回気を引き締めて小学生に臨むっていう、僕はいい意味で負けると思ってます。ここからまた1ヶ月ないですが、皆さんの力は引き続き必要です。僕らも一生懸命また来週から頑張っていきますので、なんとかしてみんなで勝って最後笑ってもらえるように僕が先頭について頑張りますので、皆さんもぜひついてきてください。1年間ありがとうございました。プレーを行います。じゃあほら、まあ、でもあそこは負けてるのに行かなきゃいけない、そんなリスクを負わなきゃいけない。かっこよかったよ。だってほらかっこよかったよ。さあこちらバリアで3、2、1、いただきます。入りちょっと自分たちのミスで失点してしまって、そこからまあフォーメーション変えたりとか、まあボール自分たちが保持するようになって、こう自分たちの時間ができて、そこからまあもう一回決めきるとか、試合ひっくり返すみたいなことができなかったのは、まだまだ自分たちの力不足だし、個人としても課題が残るゲームだったかなと思います。まあすごく開放的な雰囲気でできるので、まあ自分のまま子供とかちっちゃい時もこういうふうに代々木公園来てたところだったんで、遊び来たりしてたんで、こういうふうにたくさんのお客さんが来てこういうところでゲームできるっていうのは、すごくなんかチームとしても大きな一歩だなっていう思います。まあ僕たちがリーグこうやって最終戦負けてしまって終わったのは、まだまだ全然下向く必要はないと思ってて、でここからが本当に重要なので、昇格のためにチーム全員でまた明日からやっていくだけかなと思います。ナイスピンク、あ俺ピンクチームね、負けない俺ピンクチームね。ナイスナイス、ゴールあっちだ。オッケー、ナイス、いけいけ、やばい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 、イエーイ、よし取り返すぞ。まだ時間あるぞ。はい、はい、もう時もある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 、たまぎゃー、はい、足、カーバーピンク、カーバーピンク、カーバーピンク、ナイスピンク、おー、
白だった人でみんなでじゃんけん大会しようとしたら、でもしもらってない人負けちゃったらこの 30g もらおう。まだプラトゥーンもらってない子、じゃんけん大会するよ。めっちゃみんな大人いるからね。大人めっちゃいるからね。嘘ついたらこいつ嘘つきのレッテル離れるよ。いくよ、最初はグーじゃんけんぽい。パーの人、パーの人、パーの人、パーの人。もう